水月くんだってあんなに素敵なお店構えてるじゃない。急にパティシエになるって言い出した時はどうなるかと思ったけど。すごく素敵なステージね。すごく素敵だね。私たちの第一歩ね。私たちにできること頑張ろう。心配いらなさそうね。さすがは水月くん自慢の猫ちゃんたちだわ。猫ちゃんたちは控え室代わりに客室を取ってあるから、準備ができたら音響チェックのリハーサルをお願いしていいかしら。わかりました。頑張ります。水月くんは厨房に案内するわね。注文してもらった材料は全部揃ってると思うけど、念のためチェックをお願い。ええ、任せておいて。バッチリ決めますから。箇所？いいわよ。箇所はソレイユと同じ服なのね。でも場所補正がすっごくかっこよく見えますよ。ここまで来てビビってらんないわよ。内心はドキドキですけど、でも大丈夫です。水月くん、妹さんたちが見えたわよ。席の方に案内しておいたから。にゃー、めいちゃんもシナモちゃんもめっちゃ綺麗。めっちゃかっこいいよ。めっちゃかっこいいよ。おお、なんと気品のある猫だこと。ちょっと予想以上でびっくり。へえ、あんたたちも可愛いじゃない。チャイナドレスにしたんだ。めっちゃ似合ってるよ。嬉しい。どうですか、ご主人様はどうですか。にゃーん、ご主人様に可愛いって褒められちゃったにゃー。ご主人がエロい目で私たちを見てる。場所が場所だったらきっと危なかった。髪型もちゃんとお店でセットしてもらったんですよ。お団子、しかもダブルです。私は三つ編みダブルにしてもらった。これなら髪がまとまっていて上品、中華風合わせ。スカートも長めにして尻尾があんまり見えないようにしてるんだって。だから今日は嬉しくても尻尾立てちゃダメなんですよ。今日は淑女だからね、いろいろと気を使う。でも無意識に動くものに気を払うのはなかなか疲れる。いっそスカートの中にポケットでもあればいいのに。フォーマルな場ですからね、
それに合わせました。兄様に恥をかかせぬよう、みんなちゃんとさせませんと。メイプルとシナモン、それに兄様の晴れの日ですからね。ちょっと気合を入れてまいりました。私だけ普段と同じでは少し寂しいですしね。それに兄様に褒めていただけただけでもおろした甲斐があります。うっす。おい、ナッツ、早く入れよ。んなとこでコソコソしてたら邪魔だっつーの。だってそんなこと言われても、僕こんな綺麗なドレス似合わないから。うるせえ、でけえ図体して隠れても無駄なんだよ。ほら、とっとと入れ、とっとと。なあ、お姉ちゃん、押しちゃダメだってば。僕まだ心の準備が。お兄ちゃん。いや、その、なんかごめんなさい。いや、その、なんていうか、その、ねえ。ああ、もうめんどくせえな、おめえは。ほら、箇所、おめえの口から言ってやれよ。ナッツのドレス姿どうだ。本当に気休めとか嘘じゃなくて。よかった、お兄ちゃんがそう言ってくれるなら、その、嬉しいな。ちゃんと切れてっから大丈夫だって言ってんのに、ずっとこの調子でよ。めんどくせえったらありゃしねえの、マジで。だって僕みたいな猫が着飾っても。それに僕はもっと目立たないドレスでいいって言ったのに。バッカ、ちょっとくらい派手じゃねえと逆に目立つんだよ、こういうとこは。だからココナツはもっと自分に自信を持ちなさい、自信を。この私の猫がそんなことでどうするのですか。ココナツは背も高いしスタイルがいいんだから、ドレスが似合わないわけがないでしょ。でも、わかった、じゃあ頑張る。お兄ちゃんがそう言ってくれるならちょっと自信持てるかも。へへへへ。うぜえ、マジうぜえ。いいから黙ってろ、私のドレスにコメントすんじゃねえ。まあ着るもんなんて動きやすければどうでもいいんだよ。一応こういう場だからな、多少はしゃあねえと思って。なんて言いながら、あずきがこれがいいって選んだんですよ。理由は固くなに説明しないのですが、まあ似合っていますし、本人がこれがいいと言うならいいのですが。別に。選ぶのがめんどくさかったっつうか、猫の直感っていうか。ありがとう、ちっとは嬉しいよ。アズニャンが照れてる、照れ照れに照れてるよ。おお、ほんとだ、やたら赤くなっている。うるせえ！こんなとこで騒ぐんじゃねえ！ほっとけ、こんちくしょう！
お姉ちゃんが一番うるさいから落ち着いて。なんだなんだ、仕事の祝いの席だからって呼ばれて来てみれば。にゃーにゃーとうるせえ猫の遊び場じゃねえんだけどな。これだから猫ってのは好きになれねえんだよ。以後、猫たちには場をわきまえさせますので、お祝いの席で大変ご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございません。その服は…ああ、あんたが水無月ってパティシエか。主賓の立場だから話は聞いてるや。なんでも、猫だらけのケーキ屋やってるとか。うまい見せ物のいるケーキ屋を考えたもんだな。詳細あるよ、あんた。見せ物って、待って、ご主人はそんなんじゃ。やめとけ、黙ってろ。言い返すプライドの一つもねえのか。あんたが猫嫌いなのは分かったけどさ、祝いの席って分かっててわざわざ絡むのもどうかと思うわよ。箇所…一丁前の格好して猫が人間の真似事か。所詮は愛玩動物のくせに大層なこった。飼い猫なら飼い猫らしく黙って家で丸くなってろ。カショウさん、いいのよ。カショウ、元はといえば私が絡んだんだから。カショウ、私は今のでもう十分。カショウが怒ってくれただけでもういいわ。私もシナモンもバカにされても笑われても進むって決めたんだから、私は私たちのために精一杯できることをするだけよ。自分のことならニコニコしてられるのにね。私たちのために怒ってくれるなんて素敵なご主人様です。メイプルとシナモンの言う通りです。わざわざこちらが同じレベルに合わせることはないでしょう。私たちは私たちらしく胸を張りましょう。水無月くん、何かあったの？
何もなかったならいいんだけど。あ、じゃあそろそろ時間だから、水月くんとメイプルちゃん、シナモンちゃん、準備の方をお願いしてもいいかしら。はい、わかりました。じゃあ箇所、また後でね。メイちゃん、シナモンちゃん、ご主人様、ファイトです。客席で応援してる。お姉ちゃんたちのかっこいいところ期待してるからね。任せといて。じゃあ